南三陸町漁家民宿やスラギ民宿は主に民間が運営する多くの場合、小規模かつ客室が和室であるなど設備が主に和式である宿泊施設のこと。観光、レジャーによる利用主体とし、多くは家族単位での経営である。旅館業法の分類では施設基準により簡易宿所営業の許可を取得していることが多い。なお、日本の法体系上。 民宿という用語が出てくるのは、農産漁村予科法25項で、農林漁業体験民宿業が定義された1994年が最初である。これを引用する形で2003年には、旅館業法が全国的に規制緩和され、農林漁業者が営む農林漁業体験民宿は、客室の部床面積が33平方メートルに、 満たなくても簡易宿所営業が許可されるようになった。近年では、この規制緩和を利用した、小規模な農林漁家民宿が急増している。日本の家族、当時の淡路島の民宿現在では、旅館との区別が曖昧になってきた民宿だが、本来は、今でいう民泊のように民家や使用していない小屋の一室を、利用し客を宿泊させたのが、民宿の始まりである。本来は、農家や、 漁業者等の地方民家の一室を、スキー客や海水浴客など旅行者の宿泊に提供した自宅開放型の宿泊施設が民宿である。このため寝室を除き、廊下、風呂、便所などの宿泊客の利用する共有部分は民家で生活する経営者とその家族との共有施設となっていた。現在では宿泊者への配慮から、 経営者家族の住居部分と分離されている施設がほとんどを占める。旧来、経営者は農業や漁業等との兼業で宿泊施設経営を専業としていないことが多かったが、近年では専業とするものが一般的に見られる。また、旅行者だけではなく、工業地帯では各地を転々とする、飛び職などを工事完成までの数日間、専門に止める民宿もある。 地方にある家庭の一室に泊まるような家庭的で素朴な接客サービスをセールスポイントにしているところが多く宿泊料金も低価格に抑えているところが多い。旅館のうち駅前旅館等の商人宿は比較的小規模であり家族単位での経営が多い点で民宿と類似するがあくまでもビジネス利用主体であり市街地に立地することが多いが民宿は より小規模かつ高楽利用主体であり、市街地から離れた場所に立地することが多い。また、旅館やホテル等と同様に2人以上のグループや家族、または1人で1部屋を使用する形態が一般的であるが、アイベア主体の民宿もある。日本以外、韓国や台湾の観光時給分なども民宿が多い。家族単位で経営を行うことができるため、 兼業でなく旅館業が専業であっても民宿を名乗るケースが多い。旅館、ペンションとの区別では一般的に客室等の設備が主に和式で中規模、大規模の施設が旅館とされ、小規模で客室が洋室など主に洋式の設備を備えるものがペンションとされる。民宿で供される食事は多くの場合、米飯による朝食など和食主体だが、 ペンションではパンによる朝食など、西洋料理主体である。しかし、旅館、ペンションなどとの区分は、曖昧になっており、実質上ほとんど同じ施設、運営形態で、家族単位での経営であっても、民宿を称する場合、旅館を称する場合、ペンションを称する場合のいずれもある。兼業の場合は戦術の通り、農家や漁師などが運営する施設が多く、 食事で供する料理に用いる野菜や山菜、魚などの食材は農業、漁業等で調達している場合が多く、それをセールスポイントとしている。この場合、市場などの流通機構を通さずに食材を直接調達でき、低コストとなる上に、新鮮な食材による料理を宿泊客に供することもでき、事業者と宿泊客双方の利益にかなっているためである。 これらの食事を提供するために、板前やシェフがいる業者も多い。また、海水浴場や釣り場近くの業者では、客の持ち込み素材をその場で調理してくれるところもある。専業の場合は、独自の流通経路などを持ち、比較的低価格で高品質の食材を用いた、食事をセールスポイントにしている事業者も見受けられる。旧来の民宿は、農家。 漁業者などの自宅を改造したものが大半であったが、以前からの建物を改築し直す際に、より大規模な旅館同様の施設に建て替えることも多々ある。しかし施設の水準は、旅館とほぼ同様で、旧来より高水準となるほか、ソフト面でのサービスでは、家庭的で素朴な接客が、以前同様に行えるため、旧来から馴染んできた固定客のイメージを損なわないために、 民宿を名乗っているところも多い。このため、近年では修学旅行など、大人数が宿泊できる旅館業法上も、旅館営業となるなど、実質上旅館と全く同じ形態に変わりながらも、名称に民宿を用い続ける施設も増えている。民宿の場合、旅行代理店と契約していないケースが多い。これは、旅行代理店との契約において、宿泊の斡旋があった場合、 宿泊料に圧線料を上乗せしなくてはならず、旅行代理店によっては20%を上回る圧線料がかかる。このためセールスポイントである安価なサービスが提供しにくいことと、旧来の固定客が多い民宿が多いため圧線を必要としないのである。このため民宿、旅館などを探す際には旅行代理店を通すよりも、直接地域の旅館組合や、 観光協会などを通すか民宿に直接問い合わせる方が宿泊料金が安価に済むか料理などの内容が高水準になる場合が多い。一人旅等の旅行者がより低価格で宿泊できるよう男女別はイベアを基本に営業している民宿もある。その場合は実質的にユースホステルとほぼ同じ形態で宿泊料金も同程度でありユースホステルとの区別は ユースホステル協会と契約しているか否かに過ぎず、宿泊客用の寝室内に2番ベッドを備えている施設もある。また、複数のアイベア主体の民宿が共同でグループを結成し、そのようなグループが加盟する各民宿の情報を掲載した情報誌を発行、販売する例もある。そのような民宿は1980年代から北海道や新州などで開業が増えた。 1980年代前半以前には20代後半以上の旅行者にとって当時20代前半以下の年齢層中心だったユースホステルを心理的に利用しづらかったため比較的年配の旅行者が消灯時間などについてユースホステルより緩やかな規律でかつてユースホステルでは多くの場合禁止されていた飲酒も楽しみつつも ユースホステルに似た雰囲気を楽しんで宿泊できる趣旨で開業した宿もある。そのようなアイベヤ主体の民宿を指す語として、旅人宿の語があるが、かつてはユース民宿の語も使われた。1990年代初めまで、そのような民宿はユースホステルに比べて利用者の年齢層がやや高かったが、ユースホステルの利用者が高齢化したことで、現在では、 そのような民宿とユースホステルで年齢層に差が見られない。また、1990年代以降では、ほとんどのユースホステルで飲酒が可能となるなど規律が緩やかとなった結果、さらにユースホステルとの差異が僅差となったと言える。一方、そのような民宿がユースホステル協会との契約でユースホステルに移行する例もあるほか、 ユースホステルだった施設が教会との契約を解約し、運営形態を変えないままアイベア主体の民宿に移行した例もある。マンションや一軒家に仕切りを施し、二段ベッドなどを数台設置しただけの簡素な宿泊施設である民泊が東京などのコリアタウンに存在し、東京都内だけでも100以上あると言われている。サービスは食事付きのゲストハウスといった趣きであるが、 しかしそれらの多くは民宿とは違い、旅館業としての事業登録はしておらず、違法創業率はほぼ100%に近い。また、看板自体を掲げてないことがほとんどで、税務実態さえつかめていない。利用客の多くは、韓国人旅行者であるが、韓国人犯罪者の隠れ家となっているケースも多く、問題となっている。中尾政治 農林漁家民宿に係る規制緩和と民泊の位置づけに関する位置考察。日本農業経済学会2008論文集。ピアニッシモ186から193。2008年12月15日。韓国人スリダン。東京の地下鉄構内で、催涙スプレー噴射朝鮮日報2006年4月6日。盛り場に増える、民泊から、統一日報2007年8月29日。 ありがとうございます。